12月13日から26日まで明石市立文化博物館2階ギャラリーにて明石文化芸術創生財団メリディアン美術展時の符水田洋子日本画展を開催しています。白を基調とした透明感のある作風でどの作品を見ても心揺さぶられるものばかりだなと感じました。水田さん、今回の展示の見どころを教えてください。はい、今回は学生時代から描いてきておりまして、その中で20点ぐらい選ばせていただきました。テーマは命の輝きです。はい、命の回っていく様子、命の循環が表現されているなと感じました。ありがとうございます。それでは最後に西田さんから皆さんに一言お願いします。展示は12月26日まで明石市立文化博物館で開催させていただいております。ぜひ皆様お越しくださいませ。よろしくお願いします。お待ちしております。